なんか見せる向こうで。まあ見せる。押してもらうみたいな。うん。離れすぎた。あの、埋めてもいいよ、広い時に止めや、あのエレベーターが、エレベーターがあれば、狭いとこ止めたら、傷とかつけられるの。前田父ちゃんと行った時すげえ混んどったのに。混んどった、今日全然混んでない。ほんま。ジム・ロジャースは来日し、から通した。どっちがいい？こっちが大きな関心を寄せているのです。そっちか出してもらえないといけんかもしれんな。すいません。障害者、障害者今接種中で、なんか こっちにいったん車借り置きして、待ち合わせしてくれって言われたんですけど、
はい、あ、はい、アメリカの人質に取られてるってこと。さらにもっと怖いのは EMP とか電磁兵器によって鍵やポケットに入れた。よいしょ。あ、すいません。よいしょ。出るとこじゃないんだ。一回出てからそこから入ったんじゃん。そうそうそう、入った、うん、これだけ乗り降りができたんだ、うん、知らんやん、うん、はい、ありがとうございます。はい、どうもで、さ、で、帰ったら買い物行くだろ、うん、もう特に何食いたいとか決めてないけど、君が美味しそうなもん、一緒何とかできる。なんでね、ちょっと言い合わせ。おっさんが選ぶのはちょっと、たまに長いなことがあるけど。あの人、なんか、フライ系が好きやろ。なんでもいいや。国家危機に陥った場合、自動的に核の発射が行われるとされている。